子供の食育大切なんです皆さん、こんにちは。心と体を元気にする内容をお届けしています。アピフルマインドの千尋です。今回は、子供の食を守りたいという私の体験から、ちょっと子供の食べてるものがピンチなんじゃないかというふうにね、思った体験がありまして、そこからちょっと感じたことをお話ししていきたいと思います。具体的には、病院で、小児病院にね、あのいたときに、 子供と触れる機会がすごく多かったんですね。でその中で、やっぱりアトピーだったり、アレルギー。あとはね、こう、じっとしていられなかったりとか、まあ、集中力が続かない。まあ、そういった子たちがね、すごく多いなーっていう風に感じたんですね。で、その時に、朝ごはん何食べたっていう風にね、ちょっと聞き始めたんです。 ちょっともしかしてこれ食べてるものかもっていうふうにね、ちょっとふと思って聞いてた時に朝ごはん食べてないっていう子がいたりとか、食べたけど朝ね、あのコンビニでメロンパン食べたとか、まあ、本当にね、いろんな答えがあったんですね。まあファーストフードを食べてきたよとか。ってなった時にやっぱり共通点が出てくるわけですよ。これはやっぱり食べるものと繋がっているぞっていうふうに思ったんですね。なので皆さんと守っていけたらというふうに思います。 まず子どもたちの健康や食生活の現状ですね。これは、あの、低体温。子もがね、昔の子どもたちって37度近く平熱があったっていうふうに言われているんですが、今、どん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 平均の体温が下がってきてます。これは何を示すかというと、免疫力が下がってるよっていうことなんですね、うん。免疫力、あの、体温が上がると免疫力が逆に言うと上がります。 ただ、今これ、低体温になってきている。35度台は一番ね、癌細胞が元気になる温度っていうふうにも言われているので、あの、すごくね、体温を上げていくっていうのが重要なんですね。あと、アトピー、アレルギー、花粉症が増えています。今ね、お子さんでもすごく花粉症増えてますね。あの、全体のね、あの、二人に一人が今花粉症なんていうふうにも言われ始めています。糖尿病予備群の子供が増えています。 糖尿病ってね、普通中高年というか、まあ、40代以降の方がね、なってきたりとかしやすいぞっていうふうに昔は言われていたんですが、今の段階だとね、子供で、小学校とかで、あの、糖尿病の予備軍になっている子も結構いります。朝食を食べない子。これはね、食べない人もいたり、もしくはご飯よりもね、パンを食べてくる人が多いっていことですね。これ和食離れっていうふうに、あの、思っているんですが、 保育園とかでね、先生をやられている方だったり、あの、園をね、経営されている方とお話しすると、毎朝ね、食べるものって書いてくるんですよね。それが圧倒的にご飯よりもパンの方が多いっていうふうに言ってました。まあ、手軽ですよね。朝ね、バタバタして時間がなくて、ね、あの、とりあえず食べといてって言った時に、ご飯食べるよりは、やっぱりね、こうパンをちょっとパクって食べたりとか、移動中にね、軽く手軽に食べれますよね。 はい。ただちょっと食べてるものが変化しています。そしてカロリーは摂取していても栄養不足になっている。まあ、ご飯ね。あの、ちょっとした菓子パンとかも糖質、脂質とかね。あの、そういったものはすごく多かったりしますよね。まあ、ファーストフードとかもそうです。ただ、あの、それでね、じゃあ栄養が取れているのかっていうと、あまりお野菜が入っていないとか、 ね、栄養っていうものがちょっと足りていないぞっていうのが現状です。あと、個食。まあ、一人でね、ご飯食べる各家族とかね。まあ、あの、ね、昔の人みたいにおじいちゃんおばあちゃんとみんなで一緒に住むとかって、ね、なかなかちょっと数は減ってきてますよね。だから自分たちの家族だけでとかね。 あとは、あの、共働きだから、子供だけでご飯食べるとか、まあそういうのも増えてきてるんですけれども、まあそうするとね、一人でテレビ見たりとか、スマホ見ながら、ながら食べ、ね、こうダラ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 食べると、まあ、なかなかね、お腹にちょっとたまらなかったりとか、心が満たされなかったりとかもするわけですよねで。やっぱり食って結構深くてですね、まあちょっと今日これ全部お話できないんですけれども、あのやっぱりね、こうみんなで、 ね、食べたりとかすることで、協調性だったりとか、コミュニケーション能力とかね、いろんな、あの、副産物というかね、あの、ご飯をみんなで食べるってすごく、あの、重要だったりするんですよね。はい。ということで、幼い頃からできることはある、あるぞーっていうことですね。子供時代の食、これが大切な理由についてお伝えします。じゃなぜ子供の頃がえ、食が大切なのか、皆さんなぜだと思いますか まず、3歳までに一生の味覚が決まるというふうに言われているほど、味覚をね、あの、形成していくのに大切な時期だったりします。まあ、かといって、あ、もううちの子3歳超えてるからダメだっていうわけではないので、まあ、そこは安心してください。 まあ毎日ね、日々の積み重ねだったりとかしていくんですが、な、ま、ぜ、あ、かっていうと、この未来っていうね、味覚センサーがあるんですけれども、赤ちゃんの時の方が、それがね、1万個とか量が多いんですね。大人になっていくと、だん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 、こう、減っていく、うん。っていう感じなんですけど、まあ、これが敏感なんです。だから、あのー、すごくね、口に入れるものを、あの、私たちが感じている味覚とはまた全然違う敏感なセンサーで、あのー、食べて、 いるってことですねあと、味音痴になる。これは濃い味付けとかね、甘いもの、こういうものを好むようになると、例えば大人になった時に、ちょっとね、あのご飯出したけど、ちょっと塩気足りないとか言ってね、勝手に塩振ったりとか、上からね、濃いちょっとあの調味料かけたりとかっていうふうにねあの、しがちになりやすいってことなんです。はい。 でこれ、あの、濃い味付けとか甘いものって、結果的にね、塩分とか糖分をやっぱり取りすぎてしまうので、まあ、味音痴になるんですけれども、やっぱりね、将来の生活習慣病っていうところにもつながっていったりしますね。はいで。心と体のベースが整って健康な腸内環境を育む。腸内環境って腸内細菌っていうね、あの、そういったものでできてますよね。 すごくたくさんの種類の細菌があるんですけれども、ある意味ね、あの、共存しているわけです。私たちの体と。で、これが、まあ、食べるものがね、整ったりとか、心と体がね、整ってくることで、まあ、腸内環境も良くなるっていうことですね。で腸と脳って繋がってるっていうふうにね、あの、言われてますよね。だから実は、その腸を整えるっていうことで、 ね、あのこう幸せを感じやすかったりとか睡眠がね快適になったりとかねマインドが整ったりとかまあいろんなねあのメリットがあります幼少期から整えると成長期に乱れたとしても戻りやすくなるはいこれはねあの朗報です <laughs> あの私もですね結構あの母親が食にちょっとこ,うこだわるような家庭で育ったのであんまりねあのこう 結構こう体に優しいものを食べてきた幼少期があるんですけれども、反動でね、やっぱり大きくなると、いろんなね、ものを食べてみたくなるわけなんです。スナック菓子いっぱい食べてみたりとか、アイスクリームいっぱい食べたりとか、ね、あの、今まで行けなかった、あの、ファストフードでご飯食べたりとか、まあ、ね、いろんなものを食べるんですけど、結果的にやっぱりね、あの、戻ってきます。家庭の味というか、薄味というかね、 ほっとするなーって、これ無意識なんですけど、なんかこう体がわかってるって感じですよね、うん。なので戻りやすくなるっていうことです。食育を大切にすると何が得られるのかっていうと、これ手に入る5つの要素。1つ目、食べることを楽しみ、今を味わう。あのー、食べるってすごくこう楽しいことですよね。うん、美味しい、楽しい。で、 まあ今っていうのがすごく大切だなって思うんですけど、ご飯食べながらね、まあ、忙しくてセカセカしてると、過去のことを考えたり、未来のこととか考えるかもしれないですけど、パクって食べた時に、え、美味しいとかね、ホッとするとか、ありますよね。お味噌汁飲んでちょっとホッとするなとか、ね、あのご飯食べてあ、美味しいって思った時ってもう、ま、間違いなく確実に今にいるんですよね。心と体が。 それって結構日常のこのね、世話しなく生きている現代の中でも、あの、尊い時間だなって私は思っていて、すごく大切にしたいし、それを皆さんでね、共有していきたいっていうふうに思ってるんですよね。で、この今っていうものを味わっていくことが、結果的に、この人生って今の積み重ねだったりとかね、あの、していくと思うんですけれども、すごくね、人生の幸福度を上げてくれたりとか、充実度、豊かさをね、増やしてくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。 はい。で、あと、周りの大人からの愛が心を育む。まあ、ご飯をね、作ってくれる人がいるから、子供はご飯を食べれるわけです。これは、もちろんね、自分のお母さんとか、あの、ご家族、ね、お父さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、あの、そういう方でもいいですし、まあ、例えばね、近所のね、〜さん家とか、誰々ちゃん家の,あの家のご飯とかね、 あの、親戚のおばちゃんが作ってくれたご飯とか、もう、あの、誰でもいいと思うんですよ。うん。だから、こう、周りの大人たちの愛ですよね、食って。食べることってね、愛のエネルギー交換だなって私ちょっと思っていて、その作ってくれた人、ね、まあもちろん野菜とかね、その食材を作ってくれた生産者の方の愛もあるし、それをね、あの、 料理してくれた方の愛。もういろんな人たちのエネルギーが詰まったものをいただいていると思うので、まあ、心っていうものがね、まあ無意識かもしれないんですけど、やっぱ育まれていきます。うん。あの、誰かが作ってくれた手料理って本当にあったかくないですか温度がありますよね。うん。あれって何なのかなって思うとね、やっぱりここにつながっていると思うんです。五感を使って感謝の心と感性を磨く。五感嗅覚とかね、触覚。 四角、ね、こうあの、あの、ちょっと香り変えたりとか、まあ、こういうね、あの、五感って、あの、頭をね、いっぱいこう使っているのとはまた別なところが使われるんですよね。ちょっと一回こう頭の忙しいのストップっていう風にされて、この目の前のものに対して、あの、五感を使う。心を使っていくってことですね。まあ、そのことが結果的にね、その人への感謝だったりとか、食のね、 まあ、命に感謝だったり、そういう感性っていうものをね、磨いていく重要なね、まあ、ある意味命の授業なんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんね、机の上で勉強する、ね、あの勉強も生きていくために大切だと思うんですけど、本当の本当のベースに、じゃあ私たちがなんで生きてるかっていうとね、命があって、体があって、ね、健康があるからですよね。それを、あの、教えてくれる、まあ、大切なね、 時間だなって思います。誰と食べるかが大事。コミュニケーション能力が身につく。もちろんね、体に優しいものとか、あの、体をね、作ってくれるもの、良質なものを食べた方がいいっていう、ま、知識としてはあるじゃないですか。でも、本当に一番大切なのって、何を食べるかよりも、誰と食べるかなんですよね。うん。だって、すっごい美味しい、高級なレストランのお料理。 美味しそうってもう見たからにね、目の前に来てあの美味しそうって思ったとしても、たった一人で静かに食べてたとしたら、ね、なんかちょっとこの感動をみんなでこう分かち合ったりとか、え、このソース美味しいねとか、え、これ柔らかいねとか、これなんだろうねとか、そういうなんかこう会話ってやっぱりこう、ね、よりその場を楽しくしませんかうん。 まあ一方で、本当にね、シンプルな料理だったり、簡単なもの、もちろん買ってきたものだったとしても、ね、楽しい、こう、友達とかね、家族とか、大好きな人と食べてるときって、すっごい美味しいですよね。もうめちゃくちゃ、もう高級レストランよりもなんならめちゃくちゃごちそうなわけなんですよ。それなんでかっていうと、やっぱりね、人、人とのつながりなんですよね。誰と食べるか。うん。 もちろん、その食べながらね、コミュニケーション能力も身につきます。だけど、一番ね、やっぱりこの心の栄養になってくるのが、この誰と食べるかなんじゃないかなっていうふうに思います。で食べるものを子供自身が選択できる力。これは大人になった時に自分がね、自分の口から入れるもの、自分の命、体を作るものを、 何を入れようっていうふうに選択できる力が無意識にね、この毎日の食事っていう習慣からついていきます。これはある意味生命力をね、高めるっていうか、あの、自分のね、そのエネルギーを高めていくっていうところにもつながりますよね。共働きで多忙な人も多いですよね。わかります。大体ね、こういう方すごく多いと思うんです。 なので、コツは無理せずにできることを探すっていうね、まあそういう心構えを持つっていうこと。で、食事、子供のね、食事で悩んでることはすごく多いし、あの、お相談いただくんですけれども、あの、完璧を目指さなくて OK です。目の前の子供のベストを探してみてください。はい。あのね、やっぱりこう、0100というか、 白黒はっきりするじゃないですけれども、やっぱりね、こう、完璧にやらなきゃとかね、思う方多いんですけど、人間なんて、完璧になるなんて、一生ね、頑張って生きてたとしても無理なんですよ。不完全だからこそ、人とね、協力し合ったりとかしていくわけで、まあ、自分の長所をね、みんながこう活かして、その欠点をね、これがちょっと苦手なんだよねってなった時に、 私それ得意だよ僕それ得意だよっていう方にお願いしたら、その人のね、あの個性がこう輝くわけじゃないですか。だから、こう補い合ってみんなで支え合ってやっていけばいいと思うんですけど、自分自身にね、完璧を求めると苦しくなっちゃいます。なので、まあ、今できること何かなっていうふうにね、ちょっとフォーカスを今っていうね、時間軸にしてもらって、あのー、ね、感じたこと、心で感じたことをやってみてください。口に入れるものに一緒に興味を持つ。 これはね、お母さん、お父さん、ご家族だけではなく、お子さんもね、一緒に、あの、興味を持ってみてくださいで。簡単なことでも楽しく実践する。はい、楽しくが重要ですね。やらなきゃよりもやりたいっていう気持ち、楽しい、嬉しいっていう気持ちでやるとね、本当に、ね、あの、楽しくなりますで。失敗した時も神経質になりすぎない。うん。まあ、あの、不完全で OK です。 できる範囲で OK です。神経質になるとね、食べるのが楽しくなくなるんですよ。これ本当に致命的だなっていうふうに思っていて、もう私がそれをやったことがあるんですね。そう、食べることが大好きなはずなのに、食べることがストレスになって、あ、なんか、なんかダメかもしれないっていうふうに思った時があったんですよ。うん。だから自分の心がね、一番ヘルシーな、健康な状態でいることが大切なので、あの、神経質になりすぎず、うん。ゆるーく、楽しく、 あの自分の心地いいペースでねあの、いろいろやっていきましょう。子供だけでなく大人、家族みんなで食を考える。はい。まあ、家族もね、チームですよね。もちろん地域でもいいと思いますし、ね、友達と考えるでもいいと思うんですけど、一人よりはみんなで巻き込んでね、一緒に楽しんで考えていけたらいいと思います。 家庭で意識してほしい7つの対策。ちょっとだけ意識してほしいポイントを最後お伝えするので、ちょっと最後まで聞いてみてください。心と体のためにできる具体的な対策7つ。えー、小麦、砂糖、添加物など、まあえー、腸内環境ですね。これを乱す食事を控えましょうっていうことです。孫は優しい。豆、ごま、わかめ、えー、野菜、魚、椎茸、芋、ね。芋。 これが一日の中で一回は食べられるといいよっていうふうに言われてたりします。これね、あの、お子さんとかね、周りの人たち巻き込んでやると面白いと思います。あれ、今日のこのご飯の食卓どれあるとか言うとね、あの、え、えっと、あ、ごまみたいな。魚とか言ってね。じゃあ、夕飯は何食べようかみたいな感じで、ね、あの、みんなで、ちょっとあの、ゲーム感覚でね、あの、やってもらったらいいかもしれないです。 食事の速度。これはしっかりと噛んで食べましょう,しょうあの。しっかりね、噛んで咀嚼することで、もちろん栄養素のね、吸収が上がったりとか、あとはあの消化酵素がね、とか、あのね、いろんないい影響があります。化学調味料を減らす。まあ、これ昆布、鰹節。まあ、こういった天然のものですね。自然なものの味を、えー、無意識のね、あの、中なんですけれども、まあ、知っておくということです。 で素材の味を楽しむ。例えばね、ほうれん草を茹でたとしても、ね、あの、いっぱい醤油かけるんじゃなくて、本当にほうれん草のね、苦味だったりとかこう甘、甘みとかね、冬のほうれん草甘いですよね。とか、あの、そういう素材の味っていうものをね、あの、楽しむっていうことって、もう最上級の贅沢だなって思うわけなんですよね。うん。だから味付けは濃くしすぎず、素材の味。で、 えー、食事を作業にせず、感謝の心を持って食べる作業になっている方がすごく多いんですよで。これね、大人がそうなるとね、子供もそうなります。うん。で毎日、なんとなく口に入れて、なんとなく食べるよりは、えー、感謝の心ですね。ちょっとでも、たった一瞬でもいいです。たった一瞬いただきますっていう時に、ね、あの、ちょっと意識してみてください。 食卓では食事と会話を楽しみ、心を育む。食卓って、ただご飯を食べる場所じゃないと思っています。で、これ家族を超えて、ね、あの、いろんな人とね、食卓を持ってほしいと思います。うん。食事と会話、これを楽しむことが、結果的にね、心を育んで、人生を豊かにして、幸せにね、あの、導いてくれるな、っていうふうに思います。はい。ということで、あの、ここまで喋ってきましたが、いかがだったでしょうか コメントすべて読ませていただいてますのでよろしかったらコメントいただけたら嬉しいです今日も最後まで聞いていただきありがとうございましたプレゼントのお知らせです公式 LINE から5日間の特別講座プレゼントしていますその他 SNS も見てみてくださいリトリートなどのイベントも企画しますのでどこかでお会いできることを楽しみにしていますありがとうございました